なんか飲む？いえ、お構いなく。あおい、こいつ誰だよ。はい。ちょっと、もしもし、お前も虫かよ。うるさいな、口利くなって言われてんの。なんでタメ口なんだよ。客じゃないから。お前誰だ。出張マッサージボーイ。だって疲れた女性の体をマッサージするっていうのが表向きの目的だけど、体の疲れた女性っていうのは大抵心も疲れてる。それをほぐしてあげるのが僕の役目さ。さってお前、ま、本来は旦那の役目だけどね。あいつはそのよく頼むのか。初めてだよ。いくらだ。え、料金だよ。マッサージのショートは1万、ハーフは1万5000、ブルは3万。高っ。何が違うんだ。ショートは上半身、ハーフは全身、フルは分かるよね。はあ、鈍いな。察しつくでしょ。え、嘘だ。女性にも性的欲望はあるんだよ。もしかしてあいつも。もちろんフルです。もうやっぱ人のわけにギャーギャー言ってて何考えてんだ。あんたバカ。なんだと。どこに旦那の目の前で浮気する奥さんがいるんだよ。まあしょうがないか。自宅に女連れ込むような男だもんね。なんでそのこと。彼女泣いていたよ。旦那が自分を見てくれないって。人って誰かに見られていないと死ぬんだよ。心が。まあ見殺しにしたくないならもう少し優しくしてあげなきゃね。お待たせ。どうぞこっちへ。お願いします。じゃあどうぞごゆっくり。はい。ほらね、言った通りでしょ。あれぐらいで諦めちゃうの。要するに私のことなんかどうだっていいのよ。無関心なのよ。釣った魚に餌はやらないって言うけど、あれ本当だね。何にもしなくても一生そばにいると思ってんだよ。甘いよ。へえ、止まっ